はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイの次をやっていきたいと思います。前回からですね、いよいよ信長軍との本格的な戦闘を始めているわけなんですが、強力な信長軍に対抗するためにですね、まずはすでに婚姻を結んでいる上杉謙信軍ですね、こことの共闘と、あとはですね、表面上仲良くしていきたいなというふうに思っているのが長宗我部ですね。この辺りとは、少し仲良くしつつ、とはいえ信長領に侵攻するときは、長宗我部よりも多くね、城を取って来たるべき長宗我部との決戦にも備えていきたいなというふうに思ってますんで、まずは信長領に対してどこよりも早く進撃を行っていくということで、今回プレイの方を進めていきたいと思います。なので東からは真田幸村軍と上杉謙信軍で、西側からは長宗我部軍に攻めてもらい、かつその3つのうちで一番最初に城を取りまくると、あとはですね、できれば最後の城も取りたいなというところですね。それで武将を大量に召し抱えましょうというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。特に注意しなきゃいけないのは信長軍の優秀な武将たちなので、できればね、謙信なり長宗我部なりが攻めて主力部隊が出払ってるところ、こう空き巣のようにね攻め込んでいければ一番いいかなとは思うんですが、なかなかそうもいかないでしょうからね。あと兵糧もね、ちょっと怖いといえば怖いところ、今3月なので次の兵糧がまとまって入ってくるまでにはまだまだ、時がかかりますからね。一旦はこの清洲城、名古屋城、どうだろう、他の城を見ても信長軍はそこまで動員できる兵力はないと見て良さそうなんですが、一方我々の方もそんなに兵力はないので、ここは一旦様子を見ますか。特にね、今謙信軍が、あるいは長宗我部軍が動いているので、少し様子を見ていきましょう。これで勝家が長宗我部によって滅ぼされたという状態だな。そうなると目下の敵は各国すべて信長になるので、自然的に反信長連合みたいなものが組まれる形になりますね。勝家が滅んだことによって信長の方は大将権を一気に手に入れてるな。おそらく勝家が進出をしていたんでしょうが、それが滅びたんで、信長がもう至る所で大将権を形成してるけど、報告いたします。信長がこれ以上国力をつけられても困る。何よりもお金が入ってくるとね、兵糧とさらには鉄砲も入ってくるんでね、それは信長に敵対する真田家としてはあんまりいいことじゃないですよね。いや本当に優秀だわ、この辺りはみんな。これにて表情を終わります。策がございます。かような策はいかがでしょう。武将の忠誠心上昇はちょっと惜しいな。津軽食べのぶがね、出奔して今信長側についてますからね。いや勝家側だったかな。いずれにしても出奔されたりするといいことはないからな。武将の忠誠は上げましょう。
あとは御仏の加護、これも入れたいですね。でその他軍事系入れておきたいところは純粋農兵、入れたいけどな。長槍戦法、これ入れたいね。対騎馬の防御上昇、ただ敵が騎馬隊組んでくるかっていうところもあるんですよね。あんまりないんじゃないかなって気もするし、ここは通常証券の収入上昇を上げておきましょう。北ちゃんのね提案でもあるし、あとはちょっとでも兵糧をアップさせておきたいので、この辺りで兵糧が上がるような農業系の施策もちょっと打っておきましょう。さあ、じゃあ一旦今総軍からも進言があったと思うんですが、内政に力を入れるという意味も込めて一旦交渉してしまおう。おっと、信長とは交渉不可能か。ってことは戦うしかないで、もしくは信長の方から一旦停戦和睦を申し入れてくるまで耐えましょう。となると攻められるときに攻めよう。まずは岩村城に攻略隊を送ります。武将としてはどんだけ出すかなんだよな。6万の大軍出す必要があるか。まあ確かに戦闘力はね、どこを取っても優秀だし鉄砲隊だしいうことはないんで、一旦じゃあこの6万の軍勢を送り出そう。で信長軍の動きを見て別動隊を出すかどうか決めていきましょうね。この岩村城をね見捨てるのかという話もあるし、おっとここでツイート、上杉つまり長宗我部軍と謙信軍が激突してるな。できればね反信長の旗印のもとにみんなで信長を攻めてほしいところなんですが、なかなか思う通りにはいかないですね。で兄信行との同盟があと1ヶ月で終わるというので、まあここはいつもの兵糧外交この後入れておきます。でまずは米を買って鉄砲を買っておきましょう。まあ、鉄砲はいくらあっても困らないですからね。あと神前だな、兄貴とは神前を測っておきたいけど、まあ、110あるんで問題ないかな。じゃあこのままターンを進めていきます。決戦の地岩村城に兵を進めていきましょう。これ見ると信長軍は兵を出してくる気配がないですね。出てきたな。ここは任せちゃいましょう。敵は我々の10分の1以下ですね。なんとか兵糧はこのまま尽きることなくやっていきそうかな。この感じだと先月の収支です。いや一旦ね和睦してもいいかなと思ったんですけど、信長の方が交渉する気が全くないんで、ここは強気に行きましょう。兵糧外交で兵糧を要求し代わりに同盟を結ぶというね、いつものパターンで同盟を結んでいきます。
ここで一層の対か、戦場が狭い。ここは負けたくないので合戦の指揮を取っていきましょう。問題は武将の質ですね。こちらはね、鉄砲隊なんでこの山合いはあまり得意ではない。かつ雨か。敵の方を見ておくと、磯の隊、あとは慶順、そんなに警戒しなきゃいけない相手ではなさそうですね。ではここは無陣形で合戦に挑みましょう。問題は鉄砲が撃てるところにうまく陣取れるかどうかですね。確かに狭いって言われてるし、しかも雨が降ってるっていうのはあるんですが、鉄砲が撃ちやすいところに陣取りたいというのは変わらないので、鉄砲隊を動かしていきましょう。まずは宇治政、宇治政を動かしておいて、宇治輝を陣に張り付かせましょう。鉄砲がどこもかしこも撃ちづらそうだな、これを見てるとね。鉄砲があまり生きてこない感じはするけど、ここが鉄砲撃ちやすいね。鉄砲の火力を生かしたいですからね、味方としては。そうすると家康隊もちょっと下げとこう。気を引き締めよ、覚悟せよ、ご命令を始めるぞ。ここはね、初期配置なんで矢が王でもちょっとね、慎重にならざるを得ないところではあります。あとはやめ、雨が止んでくれるタイミングだな。今季節は梅雨の時期ですからね、まあ、雨が多いのはしょうがないにしてもだ。一応陣は3つこちらが持っている状態なので、敵がねこう山を駆け上ってくるところをこちらは鉄砲隊が追いかけるというのが定石な攻め方になるんじゃないかなと思うんですけど、この雨ばかりはどうしようもないからな。しかもなんか止む気配もあまりなさそうですしね。さあ、味方の陣の移動はだいたい完了しつつあるな。敵はおとり作戦か。おとり挑発で鉄砲隊が引きつけられるとちょっと誤算が生じますね。ここは敵の動きを見極めましょう。まあ、雨が止むまでこちらとしては積極的に動かない方がいいかなと思うので、とりあえず今いる場所で待機ですね。ゲチよ、始めるぞ。まあ、左右は薄めに、中央は厚めにという、そういう布陣になってます。で、敵はどうやら左翼から攻めてくるようだな。主力隊の多くは左翼に展開しているように見受けられるので、味方の部隊も徐々に徐々に左翼へと展開をしていきましょう。まあ、味方はね、家康、信玄、直政、宇治輝、宇治国と、そうそうたる面々が揃ってるので、まあ、安心して見ていられるといえば見ていられるんですけど、
さあ雨が止んだね、タイミングよく。そしたらこちらは鉄砲を撃てるように準備をしておきます。ケイジュンが早速味方の射程に入ってきてくれてるのは大きいね。さああとは味方を救援していかなきゃいけないね。宇治重で敵を挟み込みましょう。であとは中央だよね、中央、まあ、信玄はこのまま鉄砲を打ちかけるとして、少し家康を下げましょう。で直政はこのまま待機。陣を抜かれないことが重要なので、最低でも1個は守りきれるような形は取っておきたいですね。鉄砲の火力を生かしたいので、敵を横から突き崩す形で足止めしましょう。よし、右翼の方はうまく攻撃が決まりましたね。さらに奇襲も決まった。ただ氏重がこのままだと逆に攻撃されるな。なんとかしてあげたいけど。まずは敵の中央の部隊、特におとりをかけてきてる慶順、ここを撃破しておきたいけどな。みんなおとり挑発に完全に引っかかってるから。ただおとり挑発されたものの、逆にねこっちが突っ込んでって敵を撃破できればそれはそれで大きいので、このまま突き崩しにかかりましょう。策のある者がいるようです。策がございます。撃て。敵をね1個2個と確実に回想状態に持っていきたいんですが、撤退されるな。ここはおお、いや規制崩しをするぐらいだったら追撃した方がいいね。覚悟せよ。ご命令始めます。ちょっとバラバラの戦いになっちゃうけどしょうがないな。あとは磯の隊に対して追撃をかけるか。いやこれちょっと迂回してでも直政は出よ。ちょっと部隊をね、右翼から左翼に転戦させるにあたって一時的に戦力がダウンしますけど、ここは確実に敵の大将を叩いておいた方が結果的に近道になるかなと思うので、先回りしよう。ここは間に合うかっていうのはありますけどね。で敵は左翼に3部隊、味方は2部隊なので、ここも早めに蹴りをつけたいな。鉄砲隊で敵を海藻に追い込めればいいんですが、まだまだ士気は旺盛だね。しょうがない。追撃している部隊はこのまま追撃。宇治国は鉄砲、もう1、2と部隊を海藻に追い込めれば決着はつくかなっていうぐらい押してはいるので、このまま行きたいね。慶順はまだまだ士気旺盛だな。しょうがない。
もう少し時間がかかりそうですね。奇襲受けてるよ。さ、一進一退だな。ちょっとここは味方の合成さんに比べて手こずっちゃってる感じがあるな、まあ、鉄砲隊がねちょっと生きてこないというのは今回ケージュンのおとりに引っかかってるのが痛いかな。ご命令を覚悟せよ。この策で出し抜いてくれよ。ゲジュン、ここは陣から出て追撃をかけよう。結局陣潰されたな、中央の本陣が、まあ、ここはガラ空きだったのでよしとしましょう。で、宇治政がちょっと削られてんだよね。このままいくと士気が削られてる感じがあるな。こういう時ね、足の速い騎馬隊が入っているとちょっと違ったりするのかもしれないですね。ご覧ください、さあ敵の大将にはこちらも宇治政を当ててるので、ここは赤備えを発動して、そもそも磯の隊を撃破できれば決まるからな。さあここは逃げていく敵を追うよりかは2部隊で敵を崩していった方が早いかな。追っていく敵はね、取り逃がすとかなり遠回りになっちゃうんですよね。結局今まさにそういう状態になりつつありますけど、取って返しましょう。家康だけ追撃をかけよう。もうねこういう感じで逃げの体勢に入られると追いつけないっていうね。そういうのがありますからね。我が策ご覧くだされ。撃て。我が策お見せしよう。わかりました。また慶順がおとり挑発かけてきてるよ。まずは一部隊撤退に追い込んだね。撤退させたのは大きいな。追撃する手間が省けるんで。さあここはじゃあ敵の磯の隊を前後から攻撃しましょう。で家康はもうおとり挑発に引っかかってどうにもならないので放置をしておいて、残りはですね、残りはってちょっとなまっちゃいましたけど、おのおのもの持ち場で戦ってもらおう。これでねあと1部隊回想に追い込めれば戦意ゲージで押し切れるんじゃないかなと思うんですよね。ただ味方も宇治政隊が先に撤退するか、大丈夫だね。これで決まりますね。
まあ、ちょっと途中敵のおとり挑発にうまいこと引っかかっちゃった感じはありましたが、まあ、最終的にはね無難な形で決着できましたね。これで岩村城は多分落とせるんじゃないかなと思います。まあ、慶順は邪魔くさかったからな、処刑しよう。まあ、久政ごとき小物はそのままでいいかな。まだ果てるわけにはいかぬのでな。あれ、慶順処刑したんじゃなかったっけ。慶順は逆に逃がしちゃったんだね。そうするとまあいいでしょう。じゃあここは慶順は味方に引き入れましょう。まあ統率77はさらに知略88使えますね。で久政はどうでもいいな。あと信勝、まあ、この辺りはみんな小物ですね。逃がしてあげましょう。かたじけない。さあでは家康軍、家康隊って言った方がいいかな。家康隊はこのままどうしようかな。犬山城あたりに行くか、それとも郡上八幡狙うか、どっちがいいかだな。ちょっと地理的な条件を確認しておきましょう。そうすると勝家軍を攻略した上杉軍が郡上八幡方面に攻め込んでくる可能性があるので、ここは犬山城を攻略しておきましょうか。まだ味方には余力がありますからね。12ヶ月の同盟が兄貴からの交換条件ですね。これはそのまま承諾します。で問題は滝川一益軍58,000、これと激闘になるわけだな。いや信長軍のしかも一益か、強力ですね。多分しばらくの間はこういう戦いがね続くんじゃないかなと思うんですけど。先月の終始です。表情始めるとしましょう。お、なんか今回はみんな微妙かなと思いきやそうでもないね。やっぱりみんな優勝だね。よく考えたな。ここはバランスよく上げておきましょう。我に策がございます。策がございます。もう逃げ壇上はいいね。士気の回復が早くなるんでしょう。一度改装した部隊のこれはすぐやろう。んであとは農業が余ってるんで農業系特有兵糧収入増加賞これやろう。安藤です。こんくらいかな今回できるのは。朝廷の大法律とかあんまりいらないからな。さあ問題は犬山城攻略中の家康隊に対して一益、これが決戦になるところですね。ここで負けるとちょっとね戦線が膠着する恐れがあるんで、なんとか勝利したいところですね。さあ敵の布陣はそうそうたる布陣だな。これちょっとこれは危ないかもしれないですね。まあなんといっても一益、これが3000っていうのが唯一の隙かな。なので敵の一益を階層に追い込んで一気に敵の士気を削り取るっていうのが一番いいかな。そうじゃないとねこれ敵の布陣見てみると剣女重秀、浅井長政に三太夫、さらに福島正則と、あとは久喜義隆に小六ですね。これ単純に兵力でも劣ってますけど武将のね質でもちょっと劣ってるかな。家康、直政、信玄、まあ、この辺りまではね当然こちらが有利だと思うんですが、直孝、
あとは宇治テルぐらいになってくると敵の長政クラスになるとちょっと分が悪いかな。まあ唯一の救いは戦場が鉄砲に向いていそうっていうところぐらいですかね。なので鉄砲隊をうまく使って敵を殲滅していきましょう。敵はみんな足軽だね。であれば敵の動きを探る意味でも前回と同じような布陣にしていきましょう。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。ご命令くだされ。風林火山の旗を掲げよ。ご命令を。始めよ。ゲチよ、始めます。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。いざ進まん。稲の者、まあ、この5万同士の大軍がぶつかり合うこの犬山城の戦い、ここで勝利できるかどうかで今後の対信長戦線の行く末が決まると言ってもいいですね。さあ敵はこれを見るとどうだろう、中央は薄めで左翼に部隊を集中させている感じがするな。まあ結果的にこちらも都会してしまえば同じような形にできるね。始めよ。始めます。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めます。味方の右翼はどうする、この鉄砲隊でなんとか敵をしのいでもらうっていう作戦でいきましょうか。いざ進まん。こんなところでいいでしょう。できればね、鉄砲隊の射程に敵をとどまらせておくっていうのが一方的に鉄砲隊のアウトレンジ攻撃が決まるんで、そういう状態を作っていきたいんですよね。カズマスが突貫を仕掛けてきてくれるとすごくありがたいんだけどな。重秀の1万とかも絶対ぶつかりたくないよな。カズマスは一応先頭に立ってきてはいるね。なのでこのカズマスの3000をなんとかうまいこと撃破できれば一番手っ取り早く決着がつくね。さあ福島正則かな、敵の先陣は福島正則かな。そうだね、ここは鉄砲隊で先制攻撃を仕掛けたいけど部隊を少し移動させましょう。敵は ここどうなってんの。ちょっと鉄砲の射程がうまく決まらないね。覚悟せよ。ゲチよ、風林火山の旗を掲げよ。敵を包囲殲滅できるような形に少し変えていこう。ちょっと初期配置が間違ったかな。覚悟せよ。なんとも言えないな。敵の居所が分かりました。叩き潰せ。策のある者がいるようです。さあまずは右翼の方の指示出しからやっちゃいましょう。鉄砲を打ちかけておいてだ。なんか敵があらぬ方向を向いているのでこの隙に攻撃を仕掛けよう。で味方はもうカズマスに対して一気にまさに雌雄を決する時ですね。鉄砲を仕掛けるんだったらカズマスに仕掛けたいのでちょっと移動してでもカズマスの方に兵を差し向けていこう。ちょっと危険ですけどね、家康も敵の背後に回り込みましょう。で危険なのでさらにその背後に
直政を回り込ませます。で宇治国は正面に回りましょう。これでいいかな。とにかく数マスですね。数マス敵の大将を数マスを叩けば早く決着するはずなので、数マス軍をとにかく潰しにかかりましょう。ここからも乱戦になってきたんで、本当にもう数マスの陣にだけ集中的に攻撃を仕掛けていきましょう。敵の動きがちょっと消せないんだよな。でもなんかね、いきなりこの辺り反対方向向いちゃってますもんね。何か感じるけど、あとは福島正則だな。福島正則をどこまで早く潰せるかですね。権力が来てますからね、右翼からは。カズマスが逃げていくな。まあ、これは当然といえば当然か。あそこでね、カズマスを完全に囲いきれなかったっていうのが誤算というか、もったいないというか微妙なところでしたね。一時陣を開けてでも福島正則を確実に仕留めましょう。ここはで問題はこっちなんだよね。足止めしている間に敵を鉄砲隊で打ちかけるというのが一番いいかな。さあ直高隊はこのまま敵を攻撃しよう。宇治国の部隊と一緒に、宇治国は鉄砲隊で鉄砲打ちかけます。これで、ね、カズマスはもうちょっと取り逃がしてしまう形になるので、カズマス以外の部隊に攻撃目標を絞っていきましょうか。問題は信玄だな。信玄の位置が微妙なんで、信玄をどこに差し向けるか。信玄はカズマスの追撃に当たる。まあ、ちょっとカズマスもう逃げに入ってるんで、ちょっと追い切れるとは思えないんですけど。敵はこちらの本陣の方に3部隊も割いてきたな。ってことは一時的に戦力的にはこちらの方が圧倒的に数が多くなってるんで、この隙に敵を1部隊2部隊と階層に追い込めれば一気に勝利が近づいてきますね。まあ実際今追い込んでますからね。このまま決着をつけたい。問題はカズマスだな。カズマスが士気がまだ高いよね。ここは家康の部隊で一旦権力を叩いて行きたいけどな。ちょっと権力まだ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 って感じだな。そうすると直高の部隊は敵の正面に向けましょう。ちょっとちぐはぐな感じになっちゃってるね今。ただカズマスが戻ってきてるね。これカズマス逃げられる前に決着つけよう。もう関ヶ原の時の石田三成の陣に突貫をかける東軍張りにカズマスの軍に総攻撃を仕掛けていけば決まるんじゃないかな。これでカズマスがね、用心とか使い始めるともうはっきり言って手がつけられないというか逃がしちゃうんですけど、これ見てるとカズマスの軍は残るね。逃げないのなら仕方ありませんね。
まあもうこの後はほっといても決まりますね。始めよう。まあこちらの目論見通りというところですね。数正軍が3000と少なかった上に先頭に立ってきてくれたっていうのが勝因かな。これでね、数正軍が後方待機かつ軍勢が多かったりするとちょっと危なかったかなって感じがします。これも戦場の常、許されよ。さあ初段する武将だけど毛利信介、なこの辺りは全員残しとく。トップクラスの武将だとね、ちょっと処刑して信長軍の戦力をそぎたいなとも思いますけど、じゃあこのまま犬山城を取りましょう。兵糧戦か、これじゃあね、ちょっと犬山城を取る代償にはならないので、ちょっと待ってね。ただここで長宗我部軍と織田軍が停戦かとなると、信長軍は全軍をこちらに差し向けていきますよね。まあ、上杉軍がどこまでやってくれるかだな。王の春永がいるね。王の春永、あとは勝利氏。さあでは尾張に順調に進行してきていますので、このままね、対信長戦線進めていきましょう。次回は尾張を平らげて近江への進行の足がかりを作っていきたいかな。はい、というところで、今回はねいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。